アンダー・ファルドンベは、イングランド・ハートフォード・シャー州、ウェリン・ガーデン・シティ出身のプロゴルファーである。非常に安定感のある選手で、マスターズと全英オープンにそれぞれ3勝を挙げ、メジャー大会6勝を記録した名選手である。世界ランキング1位にも、通算97周在位した。ヨーロピアンツアーで30勝、アメリカ PGA ツアーで9勝。 国際試合で4勝を挙げる。1976年にプロ入り。1977年にスコールラガーインディビジュアルの大会でプロ初優勝。28歳からデビットレッドベターとスイングを改造し、30歳1日で第116回全英オープンでメジャー大会初優勝。霧と風の最終日は首位と1打差の2位スタートして、 全18ホールでパーを拾い続ける我慢のゴルフを展開したところ、一次リードを3打差まで広げていた周囲のポールエイジンガーが後半失速して、最後の2ホールで連続ボギーを叩いてしまい、ファルドが1打差で逆転勝利した。1989年と1990年のマスターズでは2年連続でプレーオフを11番ホールで決着させて大会2連覇を達成した。 マスターズでの大会連覇記録は、1965年と1966年を連続制覇したジャックニクラス以来史上2人目の偉業となった。1990年には、セントアンドルーズにある R&A ゴルフクラブのオールドコースで開かれた第119回、全英オープンでも優勝し、メジャー大会で年間2冠を獲得。 この時の優勝スコアは18アンダーパーで、10年後の2000年にタイガーウッズによって破られるまで、オールドコースの最小スコア優勝記録であった。1992年の第121回全英オープンでは2日目に首位に立ち、最終日は2位に4打差で、スタート後、一時は逆に2打リードされる展開となったが、15番ホールで本人曰く、生涯最高のショットを放って、 バーディ、17番ホールでもバーディを奪って、ジョン・クックと首位に並び、18番ホールで、クックがボギーを叩いての最逆転劇で、2年ぶり3度目の優勝を達成した。開催コースは初優勝時の1987年と、同じミはアフィールドのコースだった。1996年4月14日、ニック・ファルドは、第60回マスターズトーナメントの最終ラウンドを、 グレグ・ノーマンと一緒に回ることになった。スタート時点で、主位のノーマンはファルドに6打差をつけていたが、最終日に悲惨な崩壊状態に陥る。この日のノーマンは78を叩き、67で回った、ファルドに大逆転負けを喫してしまい、ファルドは6年ぶり3度目の優勝を飾った。さすがのファルドも、この優勝には、複雑な気持ちを隠せず、 素直に喜べるものではなかった。翌1997年のマスターズトーナメントで大会前年優勝者のファルドは第1ラウンドを当時21歳のタイガーウッズと一緒に回る。マスターズの伝統の一つとして大会前年優勝者と前年度の全米アマチュア選手権優勝者が予選ラウンドを一緒に回る監修があり、ウッズは 前年度の全米アマチュア選手権優勝者の資格で出場していた。ファルドは若きウッズの勢いに飲まれ、大会2日目で予選落ちに終わり、最終日には21歳3ヶ月の最年少優勝者となったウッズにグリーンジャケットを着せることになった。1997年、ファルドはセベバレステロスと一緒に世界ゴルフ伝堂入りを果たしている。 ファルドは2007年7月18日に50歳を迎え、ヨーロピアンシニアツアーに参戦を開始した。2008年のライダーカップでは、ファルドがヨーロッパ選抜代表チームのキャプテンを務めた。現在は、ジムナンツと共に CBS スポーツのゴルフ中継の解説者として、2012年からは BBC における全英オープンの解説も務めている。 国際スポーツ振興協会の国際アンバサダーと、称したスポンサー契約を結んでいた。ありがとうございます。